そうだね、消灯時間も過ぎちゃったし、もう校舎も真っ暗。こんな大きな建物に誰もいないんだもんね。そう考えるとなんだか。つらっ！ほら、大変なものを見てしまったずら。今何か白っぽい人のようなものが。確かに何かが横切ったずら。ずら！それはダメ。もしかしたら幽霊かも。子供の頃読んだことあるずら。怖い学園七不思議。今すぐ帰るずら。と、その前に手を出して。はい、離さないでちゃんとギュッて握ってるずら。